中国からの入国者を対象に強化している水際対策について、政府が早ければ今月中に緩和する方向で検討していることが政府関係者への取材で分かりました。中国からの入国者全員を対象にした検査について、対象者を無作為に抽出するサンプル検査に切り替えることなどを検討しています。政府は今後、他国の状況なども見極めながら、緩和に向けた検討を進めます。